はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。今日は、令和2年1月5日日曜日朝の10時18分です。って、今頃新年明けましておめでとうございますって、ちょっと遅いんじゃないのって。まあそうなんですけどもね、まあ私の仕事柄、去年の暮れの、30、31、123、休むことができないんですね。仕事なんですよ。で、まあ、3日明けて、ようやく休みが取れるような感じで、今日が、まあ、私の、正月休みみたいなもんです。まあ、そんなところです。次郎です。ですね、まあ、今日は正月ということで、まあ、正月らしくですね、何か、企画しようと思いますんで、まあ、いつもはだったら、ほら、ミニッツのここがいいよ、セッティングってやるんですが、今回はそうじゃなくて、ちょっと、京商さんのホームページをですね、見て、新しい製品がないか、ちょっと見てみたいと思います。はい、安弘です。今日は、京商さんのホームページに遊びに行きました。京商2020ということで、遊びに真面目ということで、なかなかね、こんな感じでね、いいじゃないですか。で、次行きまーす。ハッピーバースデー。おいおいおい。よいしょ。京商ミニッツが、誕生して20周年経ちましたってことで、ヒストリーミニッツということですね。京商ミニッツ20周年アニバーサリー、1999年から2020年、1999年12月25日に、誕生したミニッツ、おかげさまで20周年を迎えましたということで懐かしのミニッツ、キーモデルを数回にわたってご紹介しますということですね。今回は1999年から2003年ですね。そういうことで、どういうのが出てくるんでしょう。MR-01 っていうのがあったんですね。私これ知らないんですよ。で、どういう車があったかって、 BMW の Z28 とか Audi とかあったみたいですね。写真はこんな感じです。まあ今の MR-03 の写真に比べばだいぶ劣るかなっていう感じはしますけど、まあ、これが元祖ですよね。そして、こういったボディもあったんですね。日産スカイライン GTR R34 とか、スバルインプレッサー WRX、三菱ランサーエボリューション、そして、ホームミラーシャシーが登場ということで、こういったのがね、私持ってるんですけどね、 MF の010、シャシー、これよく走るんですよね。そして、ホームミラーマシンがですね、まあ、こういった感じで、フェラーリ F2002、 それとか、ウィリアム F1BMW とかね、マクラーレン、メルセデス MP4 とか、ジョーダン、ホンダ EJ11 とかあったんですね。こっちの方は？クロスカントリーシャシーのオーバーランドが登場ってことで、こんなのがあったんですね。
モデルはランドクルーザー、三菱パジェロ、それとメルセデスベンツ、とこっちの方はオートスケールコレクションが登場しましたってことで、その、AMG メルセデスベンツとか、これなんて読むんだろうか、ベンツカストロール無限 NSX2000 なんてもあったんですね。そしてルーテシアっていうのかな、これ無限 NSX2001、で、この頃からイニシャル D が出てくるんですね、AE86 とか、RX7 FC3S そしてMR02 シャシーが登場してくるんですね。とエンツォ・フェラーリがモデルかって、これ人気あったよね、エンツォ・フェラーリ。そして、ミニッツ・モンスターですね、どんなのって、こんなのがたものね、そういうところです、おいで、次はこれね、 FW06 シリーズという、行ってみましょう。はい、狭小のインファーノ GT3 シリーズ、エンジン 4WD シャシーキットで88,000円、税込み96,800円ということで、狭小が、送り出す、ラジコンカーの中でもまあ一級品というね、インファーノです。どういうのって、こういうものなんですけどね、本格的なあの RC モデルなんですよ。でエンジン化なんですけどもね、まあこのここにブルーのアルマイトで、塗装されてるエンジン、まあ、これがよく回るんですよ。そしてね、この湾曲したマフラーね、まあ、これがいいじゃないですか。このパワー出るよこのエンジンは。そしてそのパワーをね、ちゃんと受け止める足ね、これダブルウィッシュボーンですよ。これダブルウィッシュボーンでいろんなね調整ができるの。そしてリアもダブルウィッシュボーンでいろんな調整ができるのね。でレーシングカーらしくね、受信低いでしょ、ここがあれでしょ、地上としてね、もうすれすれの低いところにシャシーを設置してるんで、ほんまもんの子はレーシングカーですよ。してタイヤの切れ角も十分ですね。そしてもってサスペンションのアームのね、こことここが水平になっていることが重要なのね。ここが水平でなかったりするとサスペンションジオメタリーっていうのがあってダメなんですけど、ちゃんとね
ここが水平になってるでしょ。リアもね、いい作りです。うん。OS のエンジンね。うん。ここにね、こう、ワイヤーみたいなのあるでしょ。これスタビライザーって言ってね。車がね、回るときに、車体が変化しないようにするものなんですよ。ね。メカの積み込みも見事ですね。これだけ綺麗に、積み込まれれば十分でしょ。うん、そんな感じですよ。オプションパーツも、教書さんらしくインフォアウトたくさんあります。次は車種を見ていきましょう。このインフォアウトに付けられる、車種はダッジチャレンジャー。インフォアウトの、これなんとアウディか、これ。インフォアウトの、ダッジチャレンジね。そして、これが、ん?これなんていうのか?わかんない。そしてね、これが今一番新しいんですよ。ラジオコントロールシリーズ GP4WD の、これ?カマロ Z28 で。ラジオコントロール1号エンジンツーリングカーシリーズピア10 GP4WD、FW06 レディセット、1969シボレーカマロ Z28 ルマンブルーっていうね。価格は48,000円、税込み52,800円。そしてこういうモデルですね。なかなかかっこいいじゃないですか。ね、後ろもね、作り込みいいね。で、セットだから送信機もつくのね。うん。こんな感じでね。まあこれはインファーノのね、こんな感じで、まあ熟成のシャフトドライブ 4WD ってことでね。なかなかいいじゃないですか。かっこいいですね。これはサスペンションね。なかなかいいサスペンションね、これね。アルミ製の削り出しね。うん。ほう。わかりますね、このギア周りの作り込み。これはなかなかなもんですよ。送信機もね。はい。で、こっちはテクニカルデータ。全長461ミリ。全幅210ミリ。全高135ミリ。ホイールベース258ミリ。トレッド、フロントリアともに176ミリ。タイヤ、フロントリアとも66倍の25ミリ。ギアレシオ 7.47 の 5.441。全備重量は 1800g。エンジン、リコイルスターター付き、KE15SP だから、
リコイルスターターがついてるから簡単にエンジンがつけ、あのエンジンの、点火ができるってことだね。で、このあたりは、もうインファーノですから、もういっぱい出てきます。あの、オプションパーツはね。はい、安弘です。どうでしたかね？楽しみましたかね？まあ、普段はあの、ミニッツしか、やってないんで、皆さんはラジコンはミニッツしかないのかなと思ってるかもしれませんが、いろいろと、ラジコンの世界は奥が深いんですよ。まあ、さっき言ったようにミニッツの歴史ね、それとか、ピアテン、エンジンで動かすやつね。あれはね、なかなかいいんですよ。やっぱりね、車はね、あの、エンジンで走らせた方がいいんですが、ただね、一つだけ問題があるんです。あの、エンジンですから、あの、音がすごいんですよ。あのね、どういう音がするかっていうね、あの、草刈り機のエンジンの音知ってます？バリ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 って音がするんですよ。そんなもんで、ちょっとね、あの、街中で走らせることは難しいんですけども、まあ、ちょっと郊外に行って、例えば熊本だったら阿蘇とか、そのあたりに行ってね、エンジンカーを思いっきり走らせるとか、それだったらいいんですけど、街中ではちょっとね、エンジンカーは、あの、難しいところがあるんで、ただ、あの、ピアテンシリーズ、あれは、エンジンカーでないと走らせられないかというと、そうでもなくて、あの、モーターでも動くんですよ。はい。そういう裏技がね、ちゃんと教師を用意してありますんでね、よかったらね、皆さんもう、たくさん、お小遣いお年玉をもらったと思いますんで、そのお年玉をね、使って、楽しいラジコン生活を送ってください。私ですか？私はね、お年玉をやる方なんですよ。本当はもらいたいんですけどね、そんなところですよ。それでは、今日はこれで失礼します。それではまたお会いしましょう。さようなら、安弘でした。